71から407はロシア連邦のウラルトランスマッシュが展開する路面電車車両。車体の一部が低床構造となっている部分超低床電車である。71から407の車体の基本的な構造は71から405をとにしているが、中央部分、車内の39%が床上高さを下げた低床構造になっており、この部分には 車椅子やベビーカー向けのフリースペースが設置されている。炭鉱運転を基本としたボギー車となっているため、既存の設備を更新せずともバリアフリーへの対応が可能であるほか、需要に応じて総括制御による連結運転にも対応する。電気機器についても71から405と同型の誘導電動機や VVVF インバータ制御装置を搭載しており、機器を統一することで メンテナンスの容易化を図っている。また、車両の現在位置や到着までの待ち時間を、スマートフォンで、閲覧可能な位置情報アプリ、グロネスにも対応している。車両の対応年数は20年を想定している。2014年、虹に限るで開催された、産業見本市、マギストラル2014で、ウラルトランスマッシュは71の407の、 モデルチェンジ車両である71から407から01を発表した。車体の先頭部及び後部の形状が同社の設計者である VN ラゴジンが手掛けた新たなデザインに変更されているほか、構造も見直され、事故が発生した際には破損した部分のみを交換することが可能となっている。また座席や壁、天井の内張りも快適性や、 先進性を踏まえて変更され、低床高床部分の間にあるステップの数は2段に減少している。2010年に生産を開始して、以降、71から407は、ロシア連邦の以下の都市で使用されている。炭鉱運転が可能かつバリアフリーに適した構造を、持つ71から407は、 グラルワゴンマッシュの路面電車車両の中で最も多くの車両が生産された形式となっている。ありがとうございます。